はい、ということで今日も京都でサウナテストをやってまいりました。で、今回はこれ、ベイトタックルのちょっと難航してるやつ。最初のモデルはコンセプトは 6.0M、 もう定番バーサタイルロットを俺が作ったどうなるかがスタートでした。で、紆余曲折ありましたが、結論言ってしまうと、まあ、バーサタイルなんか無理だなとまあ僕の持論でもありますけど、バーサタイルなんつうものは何でもできるじゃなくて何もできないっていう、それに抗おうと頑張ったけど結論何もできねえなっていうことになったんで、修正を余儀なくされちゃったんですけど、何でもやろうの竿じゃなくて何をやるかを明確にした竿にしようと。で、じゃあ 6.0M ぐらいでやる釣りで一番他に代用が効かないのは何だろうということで、こういうの操作系ハードルは専用のってなりました。バーサタイルを目指したら一番特化型になってしまった。まあ、なるかもしれない。現状まだそれもテスト中です。で、6.0 M でやってたんですよ。で、それでも良かったんだけど、操作系のハードルだって、例えばジャークベイトとか、今ペンシル使ってるけど、あとポッパーとかね、まあそういうんよ。そういうの専用の竿をもう本気で作ったろうって思ったんだけど、で、最初はまあ 6.0 M ぐらいでやってたんですよ。で、それでいけてたんですけど、テストの中でさらに修正を余儀なくされたものがあって、操作系ハードルアーの中で今最も熱い釣りといえばシェイキーです。フラットサイドクランクをまあ、ミドストのようにシェイクさせながらドッグウォークピッピッピッってさせて食わせるっていうやつが、まあ、関東圏関西圏を中心に操作系ハードルアーとして、お、なんか出た、操作系のハードルアーの釣りとして今注目されてるとは思うんですけど、まあ当然操作系ハードルアー用の竿とか言ってるんだから、シェイキーもできるやろって思ったんですが、結論できないです。ジャークベイトとかペンシルとかっていうのは、ルアーが動くのにある程度移動距離が出るんよね。10センチぐらいの移動距離の中でアクションさせましょうよっていうのが操作系のハードルアーの、まあ概念なんですけど、まあもちろん10センチは難しい。普通の人だったら50センチとかです。動いちゃうから。だからペンシルベイトとかでも50センチって言ったらこんな感じだアクションになっちゃうとか、これをすごく刻んでルアー1個分でアクションさせてやれば、まあこういう短い距離感でドッグウォークをやれますよっていう話なんですよ。でもそれって逆に言えばルアー1個分ぐらい糸を引っ張ってもいいんですよ。でジグヘッドのミドスなんかと比べてみてください。こうジグヘッドのアイが下に向いてるのを上に起こすぐらい、もう1センチもないぐらいの引き代でそれをコントロールしていかなきゃいけないよっていう世界に比べたら、ルアー1個分あくびが出ちまうぜっていう感じの余裕があったんです。だからまあジャーキング用のロットとか6フィートとか5フィートとか短いじゃん。でもあんなもんは短くした方がやりやすいってだけであって、6フィート10インチでも全然余裕でできるんですよ、同じレベルで。あ、もちろんその短く動かせる人の話ね、誰でもじゃないけど、だから6フィート10インチいいじゃんってちょっと思ってたんですけど、カリプソ6フィート10インチみたいな全然いけるなって思ってやったんですけど、修正を余儀なくされたのがシェイキーです。シェイキーは従来のジャーキングとかの釣りと違ってミドストに近いんよね、どっちかというと。そのせいでより短い距離感の中でルアーを動かさなきゃいけないっていう、あの要素が不可欠になってしまった。そうなってくると6フィート10インチ長い。なので、6フィート10インチにこだわってたんですよ、なんとなく。なんか6フィート10インチジャーキングかっけえじゃんって思ってやたんですけど、シェイキーできないからそのこだわりを捨てました。結局ね、こうあってほしいっていう、なんかこうするとかっこいいよねみたいな作り方をすると全くいいのができないという、まあそれでいいのを作れる人もいると思うけど、俺は無理ってなったんで。竿のスペックって結果論なんですよね。で、こいつ以外は竿のスペックって決めてないんですよ。このルアーをこういう用途で使いたいってなった竿の特性として、この、まあ、長さがいるよね、硬さがいるよね、でこういう風に組んだ方がいいよねって出来上がったものが結果として何フィート何パワーみたいな、もう代表的なのが 51XUL です。別に51っていう長さの竿を作りたかったわけでもないし、 XUL スラッシュ M プラスの竿を作ろうと思ったわけでもないんですよ。
結果としてああなっただけ。だからなんなら最初は4フィート7インチやったし、いやもうちょっと長くていいなとかやりながら調整を重ねていって、結果として5フィート1インチ、結果として XUL のティップ、結果として M プラスのまあベリーバットで、結果としてあのフォアグリップみたいな、もう結果論です。こういうスペックがいる、こういう性能がいる、こういう要素を詰め込んでいった差をドン、スペックなんぼ、あこうかっていう感じだったんで、めっちゃいいのできたんだけど、見てくれとかじゃなくて性能だけで作り上げた差だから。だけどこいつはね、6点の M っていうスペックが先に来ちゃった。一番最初にスペックが来てしまいました。結果として限界がものすごく低くなってしまって、なんかもうちょっとこうしたいってなっても、6点という足かせ、 M という足かせがめちゃくちゃついて回ってしまい、どうしようもなくなってしまったということです。でそれでも正直ごまかせてたんで、そのままご利用しようかなと思ったんだけど、それが通用しなかったのがシェイキー。明らかに長すぎる、そして硬すぎるどうしようって。だからね、ちょっとプライドを捨てて性能を入れ込むための長さにして、硬さにしてっていうのをしようってなって、これまあこうなるかは分かりませんけど、一応こんな感じになってます。特徴としては竿の長さはだいぶ短くなって、もう6点の M とかじゃない、長さはね測ってないんだけど、多分64ぐらい、6465ぐらいじゃないかな、長さは。だけど見ての通り、ちょっとこうみすぼらしいでございますけど、ショートグリップです。約何センチ、多分ね、まあ、20センチじゃないから7インチか6インチかぐらい、シングルハンドのショートグリップというかです。まあ、ショートグリップなだけだったらさあるんだけど、64でってなるとないよね。だいたい5フィートぐらいです、シングルハンドグリップとか、ね、それを64まで長くして、あ結局そのテストの中で竿のレングスも一つ有効な要素として存在してるのねっていう話だから落ちてきたおいはい、ペンシルゲット。これはなんだっけ、名前忘れたな、書いてるわ。スーパースクープ、スーパースプークボヨ、ボヨです、ボヨちゃん、ちっちゃめスプーク。ウエイトとかサイズは忘れましたよし。んでなんだっけな、そうそう、長さもねやっぱりあのアドバンテージがあると。もちろん短い竿の方が操作する上では使いやすいとは思うけど、使いやすいだけであって、その操作以外の部分に目を向けたら決していいとは言えないよね。操作部分の以外っていうのは、あまあ単純にトレースコースの調整とか、フッキングのストロークだったりとか、そういうのね、そういうのも目に向けた時に、短い竿ってまあ短さがディスアドバンテージになるんですよ。だから長くできるなら長くした方がいいけど、操作性も考慮したい、アンドシェイキーも対応したいっていう長さにして、かつショートグリップ、長いグリップにすると当然こうシェイクじゃねえ、ジャークとかした時に必ず干渉しちゃうよね、腕に。まあ干渉しない引き方もある、こんな感じでも、それはすなわち無理な角度でジャーキングをしてるとか、自由度の低いジャーキングをしてるっていうことに、ま、あの変わらないから、これがショートグリップになるとどんな振り方も自由自在でございます。でグリップが長いから手の負担が減るとかないからジャーキングにおいては全然ないので、正直僕はこの操作系ハードルワーに関しては一加減あると思ってるんで、もうやりすぎて手がもう握れなくなってぶっ壊して手を、それでもさらに何年もやり続けて、結果として釣り人生の3分の1ぐらいを、言い過ぎか3分の1は、まあ、4分の1ぐらい、まあ数年よね、数年間左手ちょっと差を持てないっていう時期があった。僕の初期の頃の活動の中で言ってたけどね左手で差を持てないんだよね、持てないんだよねっていうぐらい、これこういうのやりすぎてぶっ壊してた経験があるので、そんな人日本で何人いるっていう話なんです。めちゃめちゃやり込んだから、それぐらいやり込んだ人間の僕が断言するけど、グリップ長くていいことゼロです、操作系ハードルワーにおいて。なんかあるかな、ちょっと考えたけど思い浮かばない。少なくとも手の負担が減ることはないし、なんなら増える、だって邪魔になるから、振り方に制限が出ちゃうとか、無理な姿勢でこう上上っていう振り方をしなきゃいけないから、
こういう前腕の半分ぐらいの短いグリップで制限がないっていう長さが絶対的に楽。短いから大変そうっていうのはやったことないやつのざれ事ですから。だからもちろんその長いことによるアドバンテージはこの操作以外の部分で出てくるんだけど、例えばキャストの時に両手で投げやすい投げにくい、正直この長さになってくると基本はシングルハンドキャストが前提になってきます。だからシングルハンドキャストやったことねえよっていう人も今たくさんいらっしゃると思うんで、そういう意味ではやっぱり良くないし、あとは魚とのファイトの時にグリップ長い方が当然楽なんよね。だから同じぐらい同じような用途でめっちゃグリップ長いのが海魚系の竿とかよ。長いでしょ海魚系の竿、こんぐらいあるじゃん。あれは魚かかった後の話のものなんよね。じゃあそれがバスにいるか、全くいらないです。バスには全くいらない、必要ない。仮に世界記録のバスがかかったとしても、いや世界記録釣ったことないから言い過ぎだわ、まあ、50、60ぐらいのバスだったらこれで十分。これでもしいやいやこの魚とのファイトが大変なんだぜっていうのは、それはもう人間の腕力の話です。人間の腕力負けするような魚がバスにおるか、いやいないね。だからね、そういう意味でバスの操作系ハードルアーのロッドとしてロンググリップって、まあ100がやって1リなし、まあ1リぐらいはあるかもしれない、100がやって2リなしだと思ってるんで、っていうことでショートグリップ、かつ今これなんかくっついてるけどバランスはつけてます。すごくグリップヘビー、先っぽが軽い。これもね、今のまあ巷で溢れる操作系ハードルアー用の竿と違うんですけど、いわゆるワンテンスティックみたいなやつとかって竿先が重いんよね。竿先が重くて、その重さを利用してこうバンバンって振るっていう感じ、それで力を入れずにやろうぜみたいな、まあそれはそれでいいと思うんだけど、僕の中では操作系ハードルアーにおいてすごく大事な要素として戻しやすいかっていうのがある。振るなら誰でもできる、ズルってやったら弱くやってもこうルアー飛んでくるから、でも戻せたらどんなに強くやってもこうルアーは手前には寄ってこないとね。この戻しね、この戻しができるかできないっていうのが差になってくると。でそれを戻すためには竿先は軽くないと戻せません。当然慣性の力が働くからね。それは操作系の竿じゃなくて、竿が勝手にそのアシストする系の竿なんですよ。それが悪いとは言わないけど、人間の操作性は著しく落ちるよねなんです。だからそういう重たい竿を僕使わないんですけど、でこれは、グリップで重さを乗っけてグリップヘビーにしてる。竿自体の重量はちょっと上がっちゃうんだけど、先は軽くない。で感度も下がっちゃうんだけど、操作系のハードルアーに感度なんかいらんから、みたいな感じで仕上げてます。なのでまあ操作系ハードルアー用の竿としては間違いなく史上最強だと思ってるけど、いくつか問題点があって、一つはこのブランクスがあるかなっていう。この間のスピニングの時も言ったけど、結局一本作るだけだったら何とでになるんですよ。でもこれがね、いっぱい作るってなるとね、再現できるか問題が出てきちゃうので、ということでその問題が一つ。二つ目、今言った内容以外にもちょっとね特許レベルのものが一つあるんですよ、工夫が。で他に特許取ってるやついねえかなって調べて、取ってないのを確認したから、まあ俺は特許取らないけどお金かかるからね。そのレベルの工夫が一つあるんだけど、それがねパーツポン付けとかじゃなくて自分でこう作って取り付けるっていう形になってしまうので、そのノウハウとかが僕しかないんよね。間違いなく僕しかないので、そのアイディアとそのノウハウは僕しかないので、この差を作れるのは極論僕だけなんですよ。だから僕が作んなきゃいけない、めっちゃめんどくさい作業しながら。これが2つ目。3つ目、操作系ハードルは特化型の竿だから素晴らしいと思う。ただ問題はいる操作系ハードルはなんてやんねえよじゃない、その問題があるんだよな。で僕自身も確かに今はペンシル使ってます、あとジャークベイトとか使うのにも素晴らしいと思ってるんだけど、ワーム使えねえなーって、まあ、最悪ジャークワームぐらいまではいけると思ってるけど、ワーム使えねえんだよな。その辺の問題があるのでどうしましょう。ただそれをガン無視して作ってもいいんですけど、ちょっと大変なんですけど、僕が作んなきゃいけないしめんどくさいやつがあるし一つで、これはこれでいいんだけど、量産型として
再現できるのかどうか問題もあるし、なんかいろいろ問題がまだあります。ということで悩みどころで、操作系ハードルはつってもいろいろあるわけなんですけど、例えば今ボイを使ってますが、硬さ的には ML ぐらいになるかなと思うんですよ。で ML だからちっちゃめのルアー用すかってなるかもしんないけど、例えばこいつね、コーデルだっけ、これコーデルのペンシルポッパー C、 番手まで覚えてない、 C66 だっけ、重さ1オンスぐらいのペンシルです。シャワーブローズとかで言うなら、いっちゃんでっかいやつか、わからんけど、こいつも全然使える。まあもちろんグニャってなるけど、アクションという面で言えば問題なし。だから重たいルアーだから硬い竿じゃないといけないっていうことは実はないんですよ、操作系ハードルアーにおいては。理由としては、シェーキー除けばね、シェーキー除けば大体ルアー1個分ぐらいの助走距離が必要と。これはルアーがアクションするのに必要な距離感なんよね。でそれを必要とする、まあ理由としては、ルアーが水を噛んでアクションに変換されるかどうかね。ハードルアーってワームと違って単体でグニャーンって動いたりしないんよね。ボディなりヘッドなりリップなりっていうパーツが水を噛むからアクションするんだよね。だからその噛むためには竿の柔らかさがいる。その竿が硬いと一気にアクションが破綻して動かなくなっちゃうね。だからね、ある程度竿に柔らかさがあった方がルアーはよく動きます。特にトップウォーターなんて水面に浮いてるから、水中に潜ってるルアーと違って水圧が半分かかんないような状態だから、より柔らかさがいるんよ。だからトッパーの人とかがめちゃめちゃ柔らかい竿を使ってんじゃん。重たい1オンスぐらいあるペンシルとか、あのトップウォーターとか使うのに、なんであんな柔らかいんだっていうのは、水かみの問題も多分あると思いますっていうのと、 P ライン特に、うわっでっか、無理か、反応しないか、50ぐらいの魚が追っかけてきたのにダメでした。なんだっけ、話忘れちゃった。なんだっけ、マジで飛んでったわ。あー、いなくなっちゃった。さあ、なんであの時ペンシルポッパー使ったんやエリー使ってたら釣れたかもしれないのに。間が悪いやってな。で、何話そうとしたかもう忘れちゃったよ。何話してた。ペンシルポッパーで重たいもの、重たいものを使うにしても柔らかい竿がハードル分けにはいると。だからソフトジャーキングエレメントとは違うってことやね。カバースキャットとは違うってことです。カバースキャットめっちゃ硬いじゃん。めっちゃ硬いっていうほどでは食ったわ、エリーで。よし、おお、あ、外れた。これ寄っとこんかな、さっきのでかいやつんで。なんだ、柔らかい竿がいるよみたいな話かっていうな、思い出した。で、あと P ラインね。そう、 P ライン、俺はその操作系ハードルアーの図において、昔から P ライン推奨っていうか使ってるんだけど、大体みんなナイロンかフロロじゃん。P ライン使えよって。結局ナイロンとかフロのデメリットって何かって言ったら、糸が重たいとか糸が伸びるとかなんよね。なんでこれぐらいの距離感で、そのこれぐらいの振り感でルアーをアクションした時と、じゃあこれを遠くに飛ばした時、こうね、遠くに飛ばした時に同じように使ってもアクション変わっちゃうんよ。糸が伸びちゃう、糸が沈んじゃう、いろんな理由でね。だから遠くに投げれば投げるほどこんなことしなきゃいけない。めっちゃだるいやん。P ライン使ったら、それ関係なくなるから、近距離でも遠距離でも、同じ振り方をして、同じような、まあ、全く同じとは言わないけど、その水の抵抗もあるからね。ただ、ナイロンとかフローを使うよりも、全然同じ次元で遠近中ができるんで、絶対 P ラインの方がいい。あと、ぶっ壊す。ナイロンとか。結局、ナイロンとかフローとか使うと、糸が伸びるから、その伸びた分も考慮して竿を振らなきゃいけない。あ、これだと伸びちゃって力が伝わんないな、ふんふんみたいな、でぶっ壊すんです。 P ライン使ったらこれでもピョンってくる。そんな
力入れてないから、絶対 PE の方がいいです。ナイロンフロロはステレオタイプだと思うよ俺は、うん、PE がない時代の考え方でしょ。今の時代 PE 使わないはないから、だからこっちの方が絶対いいよねっていう。おっしゃーやべ、こっちの方が絶対いいよねって食ったのに、エリーめっちゃ食うな、でっかいのいるわ。そう PE ラインを使って、そう PE ラインを使ってるから重たいルアーでもベッベッベッってしっかり動かせるし、でかつ軽いから糸がで細いから、ちっちゃいルアーも、まあ、軽いルアーも投げられちゃう。これがねやっぱり太いナイロンとか使ってるとどうしてもルアーのサイズに限界があるけど、例えばペンシルポッパーを使えたこのセッティングのまんま、これね、これポップアール塗装入れるやつ無垢です。ポップアール無垢、フェザーフックとかもついてないけど、これが P61 忘れた、いわゆる2インチハーフの重さ的には 7g ぐらいしかないやつ、これもピューって投げられます。でちゃんとアクションできます。ほら見て、ドッグウォークだよこのサイズのルアー、ドッグウォークさせられるんですよ。これも P ラインあってこそです。まあもちろんベストはもうちょいこの細い糸の方がいいけどね。今17ポンドをリーダーにしてますけど、まあ12ぐらいに落とした方が、まあ、使いやすいし、リールも今シャロニウム使ってるけど、ベイトフィネスとかの方が、ベイトフィネスリールとかの方が、まあより狙ったところに投げやすいけどね。やっぱりある程度回転性能は犠牲になってますから、まあ初心者にもおすすめとは言わないけど、さすがに長いからね。64ってスペックは短いけど、シングルグリップだから、シングルハンドグリップだから有効レングスは66以上ぐらいの長さになっちゃってるから、まあ初心者向けとは言わないわ。ただその長さを完璧にコントロールできたら、短いとどうしてもカバーできないところもカバーできちゃう、ストロークの面でね、っていう、まあ中級者以上って感じ。中級者以上が触るのはこれ以上ないでしょっていう仕上がりにはなってるんですけどね。で一応シェイキーも対応してますけど、今はもうペンシルとかポッパーとか使ってるけど、ジャークベイトとか、あーちょっとあの50アップは諦めるかいなくなっちゃったね。うわー、あの時にペンシルポッパールアーローテーションしてる間にどっか行ったもんな、もったいねえことしたな。ボヨが良かったのかな、ボヨでやってみる。今んとこハンダールのエリーのオリジナルとボヨだけだよ。びっくりした、出た、乗らんかったけどびっくり合わせしちゃった嘘だろ、素人かよトップで出てびっくり合わせなんかすんなよバカ、何年釣りやってんだお前、睡眠じゃないと騙せないか。実はトップが良かったのか。シャンシュン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 、ラトルの音やねこれは。結構しっかりめなラトルが入ってますね。サイズがちっちゃい分落ちるアピール力をラトルで補ってる感、そして水の叩く音と合わさってシャン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 ってシャン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 をしてるよ。でちっちゃいからやっぱりキレが出るよな、このスピード感も一役買ってるかもしれない知らんけど。おお、よし来た、うん、いいポッパール。アウチ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 、指に刺さってやんき、痛いな。いって返しまで行かなくてよかった。オッケー。だ。気をつけましょう。いった。いった。指に刺さってねじられた。よし、来た。オッケー。やりーちゃん。オッケー。50センチのバスが追っかけてきてくれないかな。あ、外れてた。外れてしまいました。それはあんな余裕かましてたはずよ。
ペンシルポッパーで遊びます。ほら、素晴らしいアクションでしょ。キレキレですよ。50ぐらいのバーンってコンかな。うん、チェイスなし。ペンシルポッパーで最後に釣ったのいつだろう。このスーパー強アピール系ルアーだからね。ビッグベイトを超越するアピールです。あそこでもあのキレですよ。これが P ラインの恩恵ですね。飛距離で全然ルアーのアクションのキレが変わらない。食わんけどね、こんな釣り。どうやって食わすんや、これ。大円筒、めっちゃ飛ばしました。ルアーが動いてんのかもかな。いや、動いてんな。あんな遠いところでも動かしちゃうよ。これは P の恩恵です。 P と竿のレングスでね、どうしてもいくら P 使っててもたるみみたいなのが出るからさ、そのたるみを取ってアクションするためにある程度のロッドのレングスがいるんですよ。これが単純に操性重視で短い竿を使っちゃうとちょっと難しい。こうめっちゃ大きく動かさないといけなくなっちゃうから大変なのよね。遠近中対応のジャークベイトロッド。飽きた。釣れんと飽きる。じゃあちょっとワームやってみようか。フットボールジグ。ワーム使いに釣ってん。いや、感度悪いもんね。竿自体グニャグニャするし。スイムジグ的に使えば使えるやろとは思うけど、巻くっていう動作もそんなに得意な竿じゃないんだよな。って考えたら普通にパシパシや。感度悪いけどね。で、P ライン使ってるから割と何とでなりそうな気はするが、どうでしょうか。まあ、限度というものもありますよね。やっぱり P 使ってても竿のもたっと感がもたっとしてんな。で、やっぱりカリッと感度は伝わりません。もう竿にすごい吸収されてる感がすごい。カードルアー使うんならいいんだけどね、やっぱワーム使うとなるとこのマイルドさはマイナスか。あ、食った。あら、食ったのに。やっぱワーム使ったら食うね。絞り出せますね。パワーが強すぎるんですよ、ハードルアーの。おら、うわ、当たり取るの遅れる。これ即掛けは無理ですね。フットボールみたいなやつの即掛けは無理だな。送り込み系じゃないとダメですね。送り込みを意識していこう。ちょっとポーズを意識ね。村上春彦流でいきましょう。ポンポンポンってやって放置。食ったでって。ポンポンポンってやって放置。お、食ったで。よし、 OK。 こういうことね。こっちの方は相性がいい。はい、操作系の竿だとワームだと操作しない方がいい。操作しないで持っていかせる系の釣り方をした方がいいですね。結局瞬発力がないから、竿に張りがないからね。一応ワームできるか。一応ワームできますけど、使い方がちょっとちゃうな。放置系になっちゃうな。やりにくいわ。これじゃなくていいな。全然普通の竿でできそう。わざわざなんでこんな感度悪い竿でやんだ。まあ、できんくはないよねのラインですね。わざわざやる必要はないかな。